今週のゲストはグランドデザイン株式会社代表取締役社長小川和也さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、小川さんは慶応技術大学法学部卒業2004年から起業家として独創的な事業を生み出し続け2017年には世界的に権威のあるマーケティングアワード DMA 国際交渉を受賞されていらっしゃいます小川くどうもご無沙汰、はい、ご無沙汰ですこれさいきなりなんだけどなんか偉そうだけど、はい、この DMA 国際交渉って僕知らないんだけど <laughs> まずこれをどういう賞だか教えてくださいそんなこと言っててあの個人的にあの受賞歴とか語るのってなんかあの恥ずかしいっていうかまあいいじゃな、ね、い <laughs> 知らねえんだんあ,のあまりですね日本では馴染みないんですけども、うん、1929年に創設されてですねこれはいわゆるあのマーケティングのいろんな世界的、うん 的なマーケティング事例であのー、まあいろんな成果が出たものをですね。表彰をいただいてるんですけども、ほとんどあのアジアから人が行ってなくて、うん、欧米の人ばっかりで、うん、ただあのー、昔はですね。いわゆるダイレクトマーケティングが中心だったんですね。いろんな。例えばお手紙出してマーケティングに使うとか、はい、あの昨今はですね。やはりご時世的にやっぱデータとかを使ったテクノロジー的なマーケティングの。 あの取り組みなんかが評価されやすいっていう傾向でありますね。はい、どどこの国の賞なんの？アメリカなんですね。アメリカなんで,すか、ね、で毎年表彰式はあのアメリカのいろんな都市に点々と市変えてるんですけど、はいまあ、あの僕の時はあのちょうど、えー、とニューオーリンズで、うん、やっぱりジャズの街ということで、うん、もうあの僕もですね初めて行ったんですけども、非常にその町全体がまあジャズっぽくてですね。うん あの受賞式よりもそっっっちちの方が楽しくなっちゃったれですけどね <laughs> <laughs> この時に、はい、えとあなたが賞をいただいた、はいえー、マーケティングのなんか実例と、はいうのはそれは僕が今会社でやってることなんですけどもスマートフォンで AI とかを使いながらその人の好みに応じてですねいろんなそのクーポンであるとかをこう出して、うん、でたくさん買い物をしてもらおうっていうあの、うん、店舗に送客するような仕組みなんですけども。うん あのまあ、今日本だとユーザーがもう1,000万近くになっていてで買い物なんかもここから100億ぐらいもしこのサービスがなかったらその100億ってなかったかもしれないということで<ー>新しいこうマーケットを生み出してるというところがご評価いただいた形ですね。なるほど、はい ここにあの弊社から出させていただいたあなたの新しい本、はいはい、未来のための温かい思考法があるんですけど、はい、ご本人からどういう本なのかどういう人に読んでもらいたいのかちょっと説明してくださいそうですねもともとこの本の元になったのはまさに外言ですね、はい、外言の連載をもう3年以上ですかね<あ>させていただいてまして、うん、でタイトルがですね「テクノロジーは人間をどこに連れていくのか」 っていうタイトルなんですよ、うん、ただ書いてるうちになんか外言っぽくないこうテクノロジーが人間をリードするみたいなタイトルだなと思ってですね本当は人間はテクノロジーをどこに連れていくのかっていう人,が、うん、人間が主語じゃなきゃいけないなと、うん、でそうこを考えてるうちに人間がそのロボットだとか人工知能をどういうふうに育てていくのかということを考える考え方そのものが大事だなっていうことで思考法の方になっちゃったということですね。うん あ、あれですかじゃあこれ外こで連載してたやつの順番とか全部もう変えて書き、はいはい、随分書き下ろしたりしたもんんですか。もうですね、相当書き換えてますし書き足してますし、あの全くちょっと別物といえば別物になってますよね内容的には。なるほど。はい、この暖かいっていう言葉なんだけど、はい、これはあの著者ご本人の考えっていうのはなんですか暖かいっていうのは。うん、あの。 結局思考法の中でも僕ももともとこのあた「温かい」っていうことにこだわって書いてたわけじゃないんですけどもそもそもあんなに僕はもうこういう温かいキャラじゃないので、うん、<laughs> で書いてるうちに結局これから人間がそのロボットだとか人工知能とどう向き合って幸せに生きていくかまあ幸せもいろんな定義があるんで人それぞれの幸せでいいんですけども考えていくうちになんかこうどれもが血が通って血が通ってるものだったりとか あんまり合理的じゃないもの時に遠回りでもそういうちょっとそのお茶目なところも人間っぽいんじゃないかっていうようなやっぱ話に行き着いてでどこにもやっぱ温かさっていうものがあの共通のキーワードになってるなってところからこのタイトルになったっていうことですね。まあ,あの小川さんは北海道大学客員教授として人工知能の研究もされてるってことなんですけど。はい この君は別にさ理系じゃないんで、はい、人工知能ののどういうい部分の研究をされてるんですかそうなんですよあの。僕も小黒さんの後輩にあたるんですけど、うん、大学法学学部なんですよね、うん、で大学院も出てないのに大学の教授になるってすごい珍しい例でまあ僕は客員教授なんで自分の会社の仕事もやりながらなんですけども。あの もうこ,れこの北海道大学で、えー、今の客員教授になる時に言われたのがその、まあ、僕の役割っていうのは、まあ、人工知能って研究基礎研究はたくさん進んでるんですけどもこれをどう社会に実装するかってことを、まあ、その学生もそうですし僕自身がいかに実践していくかっていうことの、まあ、標本的な点で、えー、やってるんですけどもあの人工知能と一言で言っても。 機械学習もあれば深層学習もあればいろんなものの総称でしかないんですけども、僕はあのそういう人工知能を使ってマーケティングに活用するというところを専門としてやってますね。うん。あのまじゃあ例えばその実例はもうなんか一個あるんですか？うん、あのそれはまさに僕らが今会社でやってるガッチャモールっていう、はい、ユーザーをどうやって店頭に行って買い物をしてもらうかっていう動機づけを、はい、その人それぞれの好みを分析して。はい お買いいい物にっいていただくととうことでそのどちらかというとやっぱり人間が何で買い物したくなるのかとか、まあ一種マーケティングなんですけどもそういう動機を人工知能を活用ししてて分析してると、まあ、あの僕なんかさ君よりもうちょっと古い世代の、まあ、こういうマーケティングも勉強さしなきゃいけない世代だけど、はい、あれはやっぱりアフリカの狩猟民族が狩猟しているような感じじゃないの、はい、買い物って。 違う、うん、いやもう元を正せばそういうことなんでしょうけどね、うん、でも小黒さんとかもじゃあ例えばなんか買い物しようと思った時って明確な理由って自分でわかるものと分かんないものってないですか衝動買いしちゃったりとかで俺なんか買うもんって馬券しか買わないよ<笑><笑>あでもね馬券の分析なんかにもね人工知能は使われてるんですよそういうソフトもアプリケーションもありますからねはい。だからまああのいくら人工知能が発達しても競馬は当たんないしさ、はい、これはだから馬が やっぱりその生物だからですよね。ねだからそこが面白いんだよね。これで株もそうですよ。株なんかの予測もあるんですけども、その通りに株が儲かるんだったら全員儲かるわけじゃないですか。だからみんなが上がると思った株。株例えばそれを人工知能が分析してもその通りにならないのが、まさにこの温かさによる <laughs> 不安定感だと思うんですよ。人間ならではのこのバグというかはい。 そうするとあれですかあの小川君の、えー、未来未来研究家っつうか未来が昔から考えの好きだっつった、はい、お未来オタクだなそうですね未来オタク未来は予測できませんからね、うん、そうですね、はい、小川君にとってやっぱりいくら人工知能が発達したって、はいえー、人間はそれに支配されるってことまではいかないとまあ人間次第ですよね結局人間が人間があぐらをかければそういうふうな社会になり得るんですけども人間ってそこまで のんきでもないのかないいかとは思いますよね、はい、僕なんかさどんどん発達してさもう勝手に人間がいなくて、はい、もうすでにレジやなんかで始まってんじゃん始ままってますね,ねもう何にもしないでそのうち買い物も行かないでもう、はい、あの勝手に届いてくるようになると思うんだけどその時一番大事なのはじゃあ自分がどうやったら楽しいかだと思うんですけど、はい、そういうきゅ快楽的な質は危険ですかいやあのののの僕ねこの本の中に <laughs> その ババググのの話話を結構していて、はい会話のバグとか、うん、つまり「予定調和」に行かない人の話の面白さ、ねはい、これね小黒さんのことをイメージして僕は書いてるんですよ <laughs> 小黒さんもね本当とに話がまこう真っすぐ歩いてたと思ったらと突然その真後ろから話が来るとか。はい それがね、あのー、人工知能にはなかなかできないです。で、はあ、だから小黒さんを人工知能化するの、僕一番難しいなと思って。<laughs> それをイメージして、こう、僕は会話のバグってやつを書いてる。んですよなるほど。はい。これは多分ね、小さい時から落語を聞いてたからだと思うよあ<ー>に。あの落語の世界って、そこなんだよね、なんか面白さって。はいはい、そうですね。あ<ー>その、やっぱり予定調和って面白くないじゃないですか。 じゃゃあ落語ロボット作りいいんだよそしたらそこでいろんなことが解明されるかもしれない。あとこの本の中であれ僕知らなかったと思ったのがあのドイツの学術研究所がさ、はい、人間の脳はどんな時に幸せを感じるかっていうのをあなた書いてるけど、はいはい、あ,あの話本当なの,あのこの本のの本中に書いたのは いやよく、ね、僕なんかも起業家やってると自分のその世界でねもうあのいわゆるビジネスを成功させてお金儲けすればいい人たちなのかなっていう風な誤解も受けやすいんですけどもやっぱりだ,だ,だんだん僕も年齢を重ねてきて起業家人生も15年ぐらいやってると人のためにっていうことが本当に嬉しいっていうことをこうちょっと綺麗いごとのように聞こえるかもしれませんけどやっぱ感じるようになってくるんですね。で僕はあのいろんな農家学者の方とか 実際にその脳をねあの脳外科医の先生とかといろいろ話してることこの本の中にも書いてるんですけどものやっぱり人のため子のために尽くしてる時の脳ってものは非常にその活性化して、えー、精神的にも非常に満たされやすいというのはこれは脳の構造ってことで実はボランティアなんかもそうですし,し。 まあ小黒さんも僕はあの身勝手なような人には見えますけどまあ,あんまり自分のこと考えてないで人のことばっかりなんか考えて動いてるっていうことなんかもいて実はだから小黒さんなんかも幸せな脳の構造を持ってるんじゃないのかなと僕は勝手に思ってるんですけどね。いやでもそのその回路をさ見事に覆してくれたのがアフリカ人だね。ももうう年付き合って,てさもう俺は顔見たくないななないそんなに自分勝手な カタカタなんです素晴らしいね <laughs> <laughs> あの。あなたの本読んでてさ、はい、不思議だったのはこの温かいね思考法とか言ってるくせに、はい、まあ例えば何子どものこととかさ、はい それからあとペットとの関係とか、はいはい、そういう普通に考える温かい人間としてのその、えー、領域のね、はい、話が欠けてたんだけど、はい、それはあれですか自分に都合悪いからそういうことではなくですねあの結局割とこう未来って考えてた時に影響を受けやすいというか皆さん気になるのってお仕事のこととか。 あのだと思ってるんで,すよでその僕なんかも個人的に受ける相談とかっていうのはこれから人工知能が普及していった時に仕事ってどうなっちゃうのかこの間もですねあのとあるところで講演やったんですけどもつかつかつかっ終わってから来られてあのその方は今ちょうどお子さんが大学生で,、えー、でこれからあのどういう仕事に就かせたらいい,い,いと思いますかと。 20年後ぐらいを想定しておすすめな仕事をこう教えてくださいみたいななかなか難しいんですけどもあの割とですねまあ僕がたまたまこうビジネスやってるってこともあってビジネスマンの方とのおき合いが多いのでその仕事に関わることとか、まあ、もうちょっと生き方そのものに対するやっぱり皆さん不安を感じてることが多いなっていうところですよね。小川の,の世代だとさ、はい、あのブラックホールが あ,のああやって写真にと、はい、撮れたみたいなニュースがあると、はい、どういうふうに思ったんですかやっぱりビッグバンは本物だと思うの僕ビッグバンってデたらめな嘘だと思っていど <laughs> いくら福岡に行っても認めてくんないんだよねあんな話嘘に決まってんじゃないかって小川君はどう思ってるんですか宇宙は。 僕はですね、うん、それこそ本の中にも書いてあるんですけども宇宙ファーストか人間ファーストかっていうことで僕は宇宙ファーストだと思ってます。も意思があると、はい、あのそれを人間が考える意思と同じようなものかどうかは別としてもですね、うん、人間が主役じゃないと思ってます、うん、勝手にこの星に生まれてきて勝手にこの星をいじくってあの自分たちが主役だと思ってるんですけど実はそれは。 宇宙にとっては人間って本当に必要じゃないじゃないですかゴキブリみたいな邪魔っけなもんだと思う <laughs> あの宇宙そのものがないと人間は生きていけないですよ、はい、地球も含めて、はい、だけど宇宙は別に人間がなくても生体生存できるじゃないですかいない方が綺麗だろうねそうなんですよもちろん迷惑をかけてる面もあるじゃないですか、うん、核とかね作ったり保有したりとかしてね、はいはい、だからそういう面ではもう宇宙が主役だと思ってますなるほどはい。 まああの今日も久しぶりに楽しいお話を聞けたんですけど <laughs> <laughs> まあ,あんまり謙虚にならずにい、はい、生きてくださいまだ若いんで, <laughs> でじゃあ今日はどうもありがとうございました。